皆さんこんにちは、ワンダルグルフィジです。では今回はギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、シャー総帥編、続きをプレイしていきたいと思います。前回アクシズを攻略しましたので、今回はルナ2に攻略作戦を仕掛けていきます。突入できるアルパージールのシャリアブル、侵入させちゃいましょう。まあ、早め早めというところですね。で、次のターンでシナンジョを含めた後続の部隊も投入していきたいかなと思いますので、部隊自体はですね、多少リスクがあっても先へ先へと進んでいくようにしたいと思います。では短期で突入したアルパージール、シャリアブルですね、経験値貯めるためにも一気に侵入して削っていきましょう。で、後続で入ってくるフルフロンタルのシナンジュたちがね、スムーズに制圧できるようにしていきたいと思います。では後続でシナンジュ侵入してまーす。一気にここはシナンジュを使って制圧戦を進めていきましょう。アルパージールはちょっと息切れしてる状態ですね。エネルギー的にきつくなっているので一度撤退させまーす。できればこのターン、そして次のターン、合計2ターンかけてね、ルナ2攻略完了させたいと思います。まあ、敵らしい敵はいないんですけども、敵が全体にわたって展開しているというところもあってですね、全部隊の排除と、あとは、中心部の制圧ですね。この二つやるのに少し時間かかるかなというところはありますね。では、フルフロンタル基地中心部、こじ開けましたね。これで中心部を制圧して、あとは防衛砲台、これを排除すればルナ2も制圧完了になります。まあ、特に苦戦らしい苦戦というのは全くなかったので、このままアクシズ落とし作戦の発動まで持っていければいいかなと思いますね。基地中心部の制圧に成功しました。敵残存戦力を相当してください。敵部隊の反応は、報告します。ルナ2の守備隊殲滅に成功しました。これより部下たちともに核の搬送任務につきます。到着をお待ちください。報告します。アクシズとルナ2の制圧に成功しました。アクシズの質量とルナ2から搬出した核兵器をもってすれば地球に核の冬をもたらすことが可能です。アクシズ落とし作戦を提案します。早速発動しましょう。アクシズにはすでにですね、シャーと、あとはハマーン、ララ、ハマーンとララ、そして、プルとプル2のキュベレーチームを配置してありますので、すぐにでも、作戦発動可能という状態になっています。ついにこの時が来たか。アクシズ落とし作戦を実行する。これより我が軍は、アクシズ落とし作戦を開始する。地球へアクシズをぶつけ、地上に居座り続ける者どもを一掃する。宿願の達成は目前である。あともう少しの間、諸君らの力を貸してもらいたい。アクシズ、ハマーンの居城として地球圏に対し猛威を振るったかつての宇宙要塞で、今では連邦の管理下に置かれ、宇宙空間に漂う巨大な岩塊へとその身を落としていた。シャアはこの因縁の地を地球へぶつけることで地球人類の抹殺を完遂させようとしていた。シャアの野望を食い止めるため、アクシズへ急行するロンドベル隊、迎え撃つネオジオン軍、決戦の時は近い。今アクシズのカクタルスエンジンに火が灯されようとしていた。緊急事態です。アクシズにロンドベル隊が出現しました。我々のアクシズ落下作戦を阻止すべく大部隊を展開させています。アクシズの核パルスエンジンを破壊されないよう十分にお気をつけください。意外に遅かった。モビルスーツ部隊はアクシズの基礎源より攻撃。味方にやられるな。はい、勝利条件、ロンドベル隊の殲滅、アクシズの地球上空到達、
敗北条件はシャアとカクパルスがやられるという内容になっています。まあ確かにですね、敵の戦力ご覧のようにすごく多いです。苦しい戦いになると思うんですけども、マップ上にはすでに部隊を配備済みです。まずここにいるのは、まあ、本当にね一番、期待しているララーのキュベレ、ハマーンのキュベレ、プルとプル2のキュベレマーク2ですね。まあレベルもだいぶ上がってきてるので期待しています。ナイチンゲールのシャアはここです。レベル18ですね。アムロに対してはこのシャアとキュベレーチームでぶつかりたいと思います。さらにムサカ級を全部で3隻配備して、ギラドーガ、ギラズールを置いているという万全のね、体制にしてありますので、しっかり戦っていきたいと思います。ではその様子は次回お届けしていきたいと思います。